佐野啓太最強のドラ級でええよな。もう これ伝説やろ。筒賀の後釜でしっかりやりすぎ。唯一数字悪かった巨人戦も見れる数字になった。そもそもドラ級がほぼいない。モッサンって何位やっけ。ない主なドラ級、島谷金次、太田拓司、天谷総一郎、川藤。ドラ6最強、ドラ7最強、ドラ8最強、ドラ9最強を埋めるなら誰だろう。ドラ6は熊谷組から強奪した工藤。仕事も回されてウィンウィンだぞ。謎の工事発注は草。6掛布、7福本、8がわからん。最強の10位はゴッツなの。今後50年は破られなさそう。ドラ10なら竹山の生命力もなかなかすごい。今も中日でコーチとして重宝されてるのすごいわ。杉浦徹1970年ヤクルトドラフト10位、1971年から1993年。言うほど最強か。後藤より余裕で上やん。こういう会指名で活躍するのって高卒のイメージあるな。上がり幅も下がり幅も台車より大きいからね。宮崎は社会人やがな。あいつもドラ6とかその辺のお買い得指名。ドラ9って普通に育成より下感ある。佐野って高陵明治やろ。そんな超一流で要9位まで指名されなかったな。一塁先手だけ、成績も大したことなかったけいか。大学時代も打率だけは良かったよ。めっちゃ羨ましいわ。コーチの指導が良かったんか。ラミレスの指導や。梶谷もラミレスのおかげで今年調子いいと本人言うてたし。佐野が結婚してること知らないやつを襲う。偽装結婚呼ばわりするなんじゃ民ひどい。佐野は指名漏れして社会人行ってたらドラフト上位で入れてたかもしれんよね。この選手を駒遣いしていた超一流選手が阪神におるらしいな。練習試合かオープン戦か忘れたけど、高橋由伸がホームラン打たれた直後に選手名鑑見てたのは草生えた。しかしこの年代って優秀な野手多いよな。佐野以外にも小山兄弟いるし。島谷金次中日、阪急1968年ドラフト9位。この人すごいな。今で言うと松田かな。筒賀の穴をガチで埋めた男。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。